アルベルト・ブルゼフスキ、または、アルベルト・ブラールド・ブルゼボ、ブルゼボのアルベルト、ボイチェフ・ブルゼフスキは、ポーランドの天文学者、数学者、哲学者、文学者、外交官。アルベルトに対応する人名は1445年頃生まれた。自らについて彼はよくデブルーツ王と署名した。若い頃のことは定かではなく、一般の学生よりも遅く23歳で、 クラクフ大学に入学したことだけが分かっている。彼はほぼ一生の間クラクフ大学で働いた。大学では20年にわたり教鞭をとり、そのまま学部長、学生官、ハンガリー人学生寮の寮長を務めた。アルベルトは優れた先生として人気があった。数学と天文学を主に教えていたが、それに加えて文学に詳しいことで学生たちを魅了した。 知的好奇心が旺盛で40代半ばだった1490年には進学の学士号も取得している。アリストテレスの哲学の講座も受け持っていた。アルベルトの講義に通った学生たちの中には1491年に入学してきたニコラウス・コペルニクスがいた。天文学では最新の資料を入手して学生たちに紹介するなど、 近代的な教授法を確立したことで、大いに評価された。アルベルトは、ドイツの天文学者、ゲオルク・プールワッハの著書ティーリゼ・ノバ・プラナタラム、IDS ・エセプテム・ラン・ティーム・シダーム・ n エ・ c ーノン、オクテービセ・ウ・ファーマメンタイに精通していた。ただし、プールワッハの理論を含む、天道説一般に対して懐疑的だった。アルベルトは、 月が楕円軌道を描いていることを世界で最初に突き止めた。また、月が常に同じ面を地球に向けていることも指摘している。アルベルトは天体の位置関係を計算するための表を作成している。1482年には、プールバッハの上記の著書に関する注釈書、コメントムプラネタリウムインティーラカスジョージ・ピアバッチを表している。 これは、アルベルトの生徒であったヤンオットーでクラクユシーによって、イタリアのミラノで観光されている。アルベルトの教えた学生たちには、コペルニクスの他に、数学者のベルナルド・バポフスキや、ドイツの詩人で、ルネサンスの人文学者、コンラート・ケルテスなどがいる。バポフスキは、コペルニクスの生涯の親友で、バポフスキが、ポーランド王国と、 リトアニア大公国の全土の地図を作成したときは、コペルニクスが彼のプロジェクトを手伝い、また、地球の動き方に関するコペルニクスの重要な論文の出版に関しては、その実現にバポフスキが奔走した。ケルテスは、クラックフで、中央ヨーロッパ発の文学者組織である、ビスワ文学協会を設立した。1495年には、 フレデリック・ヤギエロンスー奇卿の要請で、リトアニア大公、アレクサンデル・ヤギエロンの秘書として、ビリニュースに移った。大公は後に、ポーランド国王アレクサンデルとして退官している。ビリニュースでは大公国の外交官として働き、モスクワ大公国のイワン大公を相手とした、外交交渉を担当した。ビリニュースでは、外交分野の学術論文、カンジリーイターを出版している。 この論文の手書き原稿は現在見つかっていない。アルベルトは1497年にビジニュースで他界した。正確な日付は判明していない。亡くなった時50歳だったとする説もある。ありがとうございます。